ってきたのチヨポンさんです。やばいな。どこのキャンプ場なんだこれ。わかんないうちに入れちゃったか。何を？こんにゃく。いやこんにゃくそこ入れたよ。そこで一回そこで水洗い。料理の手順として大丈夫なんでしょうかねこれね。豆ですよね。こんにゃく洗ったりとかね。そう。あれぐらいの手順いいですか。わさびで、あれいいですね。ああ、そうですね。あれちょうどいいですよね。あれアルパインの中安い。あ、よかったよかった。これで。あ、本当にまだ開けてないんです。岸野さん、このストーブは？やべえ。ナイフとかある人？さっきの。さっきの。さっきも引いたな。ありますか？開けてみられますか？取れてますかね？取れてますよ。当たりだった。もっと輝かしい。輝かしい。あ、いいですね。いいです、いいです。はい。これが箱出しです。箱出し。ありがとうございます。藤川さんですね。これちょっと待って、上の方じゃないですか。これから、はい、この寒い日を、こいつが、みんなにぬくもりを。どこでやってんだビャーン、まだでしょ。説明書ちょっと、誰か読んでもらったのこれ。ちょっと説明書あ、これこんなになってるとさ、これから使うのちょっとまだ大変じゃないこれ。邪魔くせえ。いや、これ傷つかないように丁寧に、あ、記入してくるな。セーフさんがシルさえ飛ばさなきゃいけない。こんななってたらさ、すぐ使えねえじゃねえか。いや、海外から輸入するでしょ、これ。いや、日本製ですよ、完璧。え、うん、無自家製書いてあるよ。うん、うん、あ、逆輸入じゃないの。うん、じゃないんだよ、だから高いんだよ。6万しましたね、これ。ちょっと下ごめんなさいね、手が2つしかない。少ないね。普通8ぐらいあるとね。あれ、これだけじゃないな、なんか下にさ皿みたいなのなかったかな。皿、これ皿。あ、ついてた。ごめんなさい、藤川ちゃんです。いいね。これから、皆さんのキャンプにこれが主役となって。ガラスが中に入ってる、ね、このね、ガラスの中に入ってるこれはまた特別品で高いんです。あの、防風機能でね。あの、普通のはないです、これ。テントの中で使ってる人いっぱいいるよね。あー、大丈夫かこれ、仕組みが分かんねえぞ、俺。これさ、なんかピコ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 ってやる面がね、どこにあんのこれ。向きこっちっすよ。あ、ここだ、ここだ。向きちょっと90度回した。下からあの石綿が円形で上がってくるんですね、円柱型で。ですね。分かってんですか、マックさん。分かります。子供の頃よく使った。違う、だからさ、俺があの分かんなくなったら教えてね、これね。ちょっとさ、あのアラジンっていうのもありましたね、こういうのでね。うん、アラジンスト。アラジンって背が高いよ。ねえ。説明書をちょっと見たいと思いますね。まずガソリンはどこですか。ガソリンじゃないよ。ガソリンから下がる。それあの箱の中にお願いします。使用上の注意。飲んでる時間ねえなこれ。まずはから危ない。こんな細けえ字俺読めるわけねえじゃないか。ここで無事眼鏡ないなこれ。ということで、すぐに燃料入れたいと思います。それ真ん中のやつ、そんなゆるゆるでいいの。どこ、なんかの黒いこれ、なんだろう、これ外れてるな。そうですよ、これ外れてるでしょ。外れてますね。これかかってるだけですよ。どういうこと。なんかその穴で、これこんな感じでいいんですよ。そしてね、燃料の入れ口がね、そこにあります。やっこさん、目がいいね。じゃちょっと燃料持ってきますか。はい、燃料ガラス自体。あ、じゃこれで。あら、ちょっとそんな、こんな少ないですよ。2ミリぐらいですね。もっと小さいのないですかね、こういうストーブで。これが一番ちっちゃいじゃないですか。あと、あの煮物を乗っけるそばに。ああ、豊臣のあれ。あれ弱いの、大したことないよ。上しか来ないし。あれはでも調理用ですよね。今の動画でこのそばでいいのかなって感じするけど、これ外だから平気じゃないですか。まあ、ガソリンじゃないからね。
見えんですか？向こう回った。メーター。芯がそうそう。あ、ちょっとさあのさ、ちょっとさあのさ、ここ今一番緊張するとこだからさ、神経集中させてくれる？あ、上がってきましたよ。かなり針が上がってきました。やばい、空気抜かなきゃ。まだまだ今半分。お、いいとこ来た。誰も見に行く、迎えに行かない。誰来てんの？わかんない。ジムにですね、あれ。4分の3。あの音は発表マフ。いや、わかった。満タンなんてやめとこう。これで僕はすぐ腹8分目でやめちゃいますから。あ、それ一番いいですね。溢れてきたら危ないでしょ、これ。まあ、いいですよ。それ、臭くてしょうがなくなっちゃうんですね。うん、シュッときました、くせ。それ持って帰るときどうするんですか？残りを抜くんですか？また抜かない。タンクに戻さない？戻さないです。そのまま箱に入れて。あのね、それがこの商品のいいとこで、あの絶対に漏れないんです。それが特許なんです。これはいいね。なんで、僕はこれを、これからはこれに燃料入れてから持ってくる。ただ今日は箱出しで撮影だったんでね。ああ、そうですね。このセレモニーやんなきゃダメですよね。ドヒャーさんのかなと思ってるし、あ、シルバーですからね。似てるよね。だって今回 お初ですもんね。そうそう、初めて映像では見てんだけど現物見ちゃうとね。あ、でも一番下に下がってます。そうだと思うんですよ。それ上げなきゃいけない。下がってちょっと待ってっから、よく芯の中にあの吸い上げて、また来たよ、強ポンさんのワイダンが濡らしてってとこ。それ押し込むだけです。マグネット新しいやつなんだ。はい、新しいのもうすっごいだけなんだよね。あのカバー手前に引いてください。はい。こんな高級なの使ったことないから。誰やな。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。おー、バンクさん来ましたね。火力だ。あれ、あ、これちょっとあの、ダメ、新たな。あ、よかった、出番があって。いやいやいや、これやっぱいいね。ていうか俺も持ってんだ、あの赤いやつ。負けず嫌い。負けず嫌い。もう一回言うぞ。花みたいに開けて。ちょっとさ、ちょっとチューポンさん、チューポンさん、チューポンさん、これちょっとこのぐらいの位置にしてくれる？はい。あれね、ガス漏れするんですよ。だから俺やめました。ああ、そう、ガス漏れする。俺分解しましたもん。買ってすぐ分解した。いや、見えない見えない見えない。これ、なんだこの見えねえんだろうな。どこですか？芯が出てきてるのか、これ、こんな感じなんだ。もうちょい。田中さんって、うちの近所の？田中さんって、あの、緑の。うちの近所でしょ。あ、なんだ？ちょっとマックさん、はい、なんか芯がさ、濡れてる感じしないんだよね。あ、違うわ。でも、匂いしてる人いるから。マックしてんじゃない？ちょっと上げてみてもらって。あれか。あ、もう入ってます。入ってる。あ、大丈夫です。これ新しいからね、真っ白なんですよ。で、これの赤外線上にくっつけて。赤外線って何？あ、赤外線これですね。これがいるの？うん、それがないと炎が上がって上がって油煙が出ちゃって。用事があるからと。いいね。これいいね。すげえ。そんな油に最高だ。これにウィンドスクリーンつければ。火が踊らないから。あ、いやさすが。あ、そうなんですか。キャッカマン。あ、これ、うん、キャッカマンって言っちゃうと男女差別ですよね。 あまりにも自然についてたから。男じゃないんだから。え、リベット？これはリベット。穴開けてるから。アルミのあれをつけて風が入る。北斗行った時にご飯かなり生揚げたっていうか硬かったから、うん、これはまずい。下ろして、それで油煙が出ないまで調節して。カロリーがないんですよね。上の網がね、赤くなって、夏で程よくで黒いのがついちゃう、つかないように落とすとか、火を落とすとか。すごい、かなり、開けてるから。これでいいです。それでこの上の網が赤く赤色すれば。これどっかに止めるんですか？来たよ、ゆかちゃん。つきましたね。なんかあったかくねえじゃん、これ。まだ上がってきてない。まだ火が。消えてるんじゃないかな、これ。なんかついてない。消えちゃったんじゃない。ちょっと開ければいいんじゃない。芯が一番出てますよね。いや、僕は下げちゃった。開けなきゃ楽しい。一回開けて、それで油煙が、油煙が出るんで。出てるね。火ついてる。開けた方がいいね。もうちょい開けて、炎が出ないぐらいまでちょっと下げて。
いいですね、いいですね。接触してきましたね。いい感じで。うん、で全体が赤く接触して炎が上に上がるようだったら少し下げて調節して、はい、全体がこう綺麗にアジサイのような。ああ、だんだん、だんだん、だんだん。ね。あ、いいな。あ、赤くなってきた、赤くなってきた。人間、この見た目だったかくなりますね。なんで人間って火が好きなんですかね。だから大人は火遊びすんじゃん。それ違う火遊びでしょ。誰の話ですか。そこなんですよ。俺は知らないよ。よっしゃー。ゆかちゃん、完成。もう。ほとんどルンペン生活ですね。あの災害の時最高にいいですよ、ね、やっぱ匂うね結構ね最初は鉄が匂いますよねまずね。だいぶだいぶ赤くなってきた全体が、はい、子供の頃よくさあこれが今日初の火が入りました藤川ちゃんです。一人ずつ感想お願いします。じゃあアコさんどうですかね、これあったかいですか。まだあったかくないよね。そんなすぐには温まらんでしょ。なんでもっと暖かいくなる。あでもあ結構赤くなってきた。なりました、ね、いやここ暖かいですよ。暖かくなってきた。暖かいですね。来ますね、これね。なんか同じマークのやつで。それってあの火ばさみみたいなのあるんですか。火なんとかって何火ばさみ。その上の蓋って開けられるんですか。開けられる開けられる。でそれであれやるんですね、あの調理。そうあとねなんかあの売ってるのがあって、うん、あの、うん、メーカー純正じゃないあの五徳とかあって、うん、でここに鍋とかおしゃれ置いたり、うん、それあ開けるのになんかこう掴むものってないですね。ないですか。じゃあ百均ですね。これじゃないの。これじゃない。これじゃないの。これじゃない。あ来ますよ結構やっぱ来ました。半分ぐらいでいいですか。半分ぐらいで。半分ぐらいで。なんかあのやっぱり僕たちは野外の忘年会になっちゃうんですね。不老者の練習しちゃってます。でもう一人たち。もう一人たち。あのチューブさんのでかい鍋いいですね。ね。団体用でね。昔ながらの。昔ながらの。両手鍋。炊き出しを。カッパ橋で売ってるやつですよ。いや普通にホームセンターで売ってますよ。あれドリフで上から落ちてる。乾杯。じゃじゃじゃ。すいません。でこれ何言ってるの。はい。俺だけも。待て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 。待て待て。今日が落ちた。大変なことが起こった。言っていいですか。フルトップが中に入った。はい。今日が落ちた。これあるよ。あるある。じゃあ。じゃあすみません。すみません。はいはい。お疲れ様。カポーイ。すみません。カポーイ。はいカポーイ。じゃあすみません。驚きの。いいですね。はい、え、ちょっとこれは何ですか。はんぺんのね、これおでん。おでん。やりますね。今日はたまに忘年会おでんです。なんかあの企画出してるブログとは全然違うんだ。違うんだ。金曜日会社の忘年会が。まあ飲まないからいいけど。はい。会社の忘年会。あ、からしまである。からしまで。さすがですね。流れ石。いや、これちょっと嬉しいな。すいません、ありがとうございます。大根こんにゃくまでたどり虹色になってきた。本当ですか。いいですね。多分もうちょっといい、いいちょっと少なかったかもしれない感じが。はい、4つずつ取りあえず。やっぱ最高ですね、これ。これいいですね。いただきます。うまいな、これ。はい、お金屋さん。あー、すいません。あ、ありがとうございます。すいません。あとアコさん持ってる？何ですかねこれ。カード持ってない人は。最高の集まりですねこれ。みんな入ってますよね。ああ、マジで。シノさんどうもありがとうございます。これ見えないんでね。やばいねこれ。味のご感想ちょっと。とりあえず今4つずつ入れたからね。またまだまだもう一回もう一回り。どうですか？うまい。美味しい。よかったですね。マキさんどうですか味？あ、美味しいですね。いいですね。シノさんどうもありがとうございます。味良かったですねあれで。高橋さんどうですか、美味しいですか。味見最高。うん、美味しいですね。よかったです。スーパーさん、ごちそうさんです。どうぞ。また問題起こしますから。